風水的にはいい香りが玄関にあるっていうのは魔除けになるんですね。キク科のお花はね、浄化の力が強いんですよ。こんにちは、劇花の古谷です。リアルタイムで見てる方はこんばんは、古谷です。今日はですね、もうなんか2023年になったばっかりっていうことなんで、これいきましょう。風水、風水いきますよ。玄関の外に飾りたい金運アップのお花5000&開運アクションということでお話をしていきたいと思います。観葉植物を玄関に飾りましょうっていう、なんかね、この風水のね、動画は僕出してますし、検索すると結構そういうのもいろいろ出てくるんですけど、一般的なその花壇内、いわゆるお花ですよね。お花で、なおかつ、玄関の外に飾っていくような、金運アップのお花って紹介しているところがなかったんですよ。いや、みんなやればいいのになーって思いながらもないので、じゃあやってしまおうということで、今日ね、実際に、5つ選んでみました。まずですね、その金運アップっていうのは、この玄関をですね、綺麗にするところからスタートするんですけども、まあ、そのね、綺麗にした後、やっぱお花の一つもこう飾っておくとパッと映えるじゃないですか。で、玄関の中にお花を入れるのとか観葉植物を入れるのって、冬の間って結構ね、ハードル高いんですよ。玄関って寒いじゃないですか。寒いから観葉植物がこう弱っていっちゃったりとか枯れちゃったりとかっていうことって結構多いと思います。で、枯れたらね、なんか運気落ちるような気がするじゃないですか。実際にね、落ちるんですよ。なので枯れにくいものでなおかつずっと置いといても、あ、なんかこの人風水っぽいよねと思われずに、そのままですね、綺麗で長持ちするっていうお花、やっぱりそれって、寄せ植えっていうよりもどちらかというとその鉢に植えたお花を外に置いておいて普通に、日々水やりをしたりとか花柄摘みをしたりとかっていうガーデニングがね、大好きな人たちにとってめっちゃメリットいっぱいあると思うんですね。で、玄関の向きとか、西向きがいいよとか南向きがいいよ、東向きがいいよ、いろいろ言われていますけども大丈夫です。大きいお花で、黄色系っていうこの基本原則があるんですけど、じゃあ例えばね、分かりやすく言うとひまわり、黄色くてお花大きいじゃないですか。だけど咲いてる期間も短かったりとか、あとね、風水的に言うと黄色だけだとね、入ってくるお金も大きいんですけど出ていくお金も大きくなっていきます。ここがですね、メリットデメリットいろいろあるんですね。なので、そういったところも考慮した中でこれいいですよっていうお花を紹介していきます。じゃあランキング形式でいきましょうかね。第5位、5位はプリムラ・ジュリアン&ポリアンのこの色、この色です。わかります？白地に黄色が入っているこの色ですね。はい、まあ、できるだけ花びらっていうのは大きい方がいいです。ジュリアン・ポリアンは花も比較的大きくて黄色と白が入っています。で、寒さにも強くて育てやすい。そして春3月の下旬を超えるともり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 大きくなってくれていっぱい花が咲いてくれます。こちら金運アップのお花です。香りもいいんですよね。ホームセンターさんに行ってこう香ってね、あ、いい匂いとかって思うのを買ってきていただけたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。ポイントはね、この花色です。この花色を買ってみてください。第4位、4位はですね、日本水仙です。こちらもこちらも白と黄色の鮮やかなコントラストが綺麗でなおかついい香りします。水仙はですね、できるだけ大きな株のものを買ってきてもらった方がお花が複数咲きますので長持ちしてくれるっていうのと、あとはね、この香りですね。香り、香りはですね、風水的にはいい香りが玄関にあるっていうのは魔除けになるんですね。なので、邪気が入ってこないようにっていう意味合いも兼ねてますので、これめちゃくちゃいいです。
そして花が終わった後は肥料をあげて、日向に置いといてください。玄関から外してもらっても全然構いません。で、葉っぱが枯れた後に、まあ掘り上げてもいいし、そのまま植えっぱなしでもいいんですけど、また翌年ですね咲いてくれますので、毎年楽しめるっていう感じがとってもいいですね。玄関の前に花壇がある人はもう地植えにしちゃって、やっていただくととっても楽ちんなので、水仙めちゃくちゃ初心者の方にもおすすめです。では続いていきましょう。第3位、金運アップのお花第3位はノースポールです。ノースポールですね。こちら、このノースポールなんですけど、初心者の方にめちゃくちゃいいです。地植えでも鉢植えでも、どちらもいけちゃうし、育てるの簡単だし、すげーでかくなります。さらにこの1月のですね寒い時期に、まあ、根っこは崩しすぎちゃダメなんですけど、植え込んでもらっても全然よく育ってくれます。しかもこれ、まあ、一年草なんですけど菊科なんですね。菊っていうのは、まあ、菊と菊科はまた違うんですけども、こちらですね浄化の力が強いお花の一つになっています。菊科のお花はね浄化の力が強いんですよ。で、天皇家、まあ、日本の家紋みたいなのありますよね。あれも菊の御紋だったりとかいうことで、菊自体は高貴なお花なんですが、菊の香りってありますよね。あれね浄化の力があるんですね。蚊取り線香、除虫菊使ってますね。菊はですね、まあ、節句、お節句があるぐらい、とてもとてもですね大切にされてきたお花です。その仲間であるノースポール、これですねとっても魔除けにもなるし、香りはねちょっと青臭いかなとは思うんですけど、黄色と白でめちゃくちゃ綺麗だし、たくさん咲いてくれます。金運アップのお花第3位はノースポールでした。では行きましょう。金運アップのお花第2位、2位はですねビオラの、ちょっと裏返っちゃったね今、ビオラのエッグタルトです。こちら、品種指定で来ましたが、大事なのはこの花色、黄色の部分大きいですね。そして、白い縁取りというか、入ってきます。まあ、個体差があってね、黄色がメインにバーンって出るやつと、白が多めにバーンと出るやつがあるんですけども、このね、ビオラのエッグタルト、株ももりもりでっかくなるし、花色は黄色と白で金運アップだし、お花自体は丸くてとても大きいし、まあ大きいっつってもね、パンジーとビオラの間ぐらいの大きさ。これぐらいかな、これぐらい。で、まあまあ、まあまあ大きいですよ。これね、もうすでにね、植えてるよ、買ったよっていう方、うちもね、エッグタルト売ってました。もう完売しちゃってるんで、今年の販売はね、また、今年の秋以降になっちゃうんですけども、すでに持ってる方、持ってる方は、もし鉢植えにされてるのであれば、玄関の前にぜひ持ってきていただいて、日によく当てていただいて、たくさん咲かせてください。こちら金運アップのお花、なかなか性質的にいいです。そして香りもね、このエッグタルトほのかにあります。魔除けしっかりしてくれます。では行きましょう。金運アップのお花、玄関の外に飾りたい第1位。1位はですねマーガレットです。マーガレットのこの色、これです。白と黄色のこの色、白はですねこれね魔除けの意味もあったりとか整えるっていう意味合いもある色なんですね。で、調和を保ってくれます。そして黄色が金運をぐんと上げてくれる色です。なので入っていくけども出ていきにくいっていう状態になります。このマーガレットもノースポールと同じ菊科の植物です。マーガレット素晴らしいところは水枯れをしてグタッとなっても復活するぐらいめちゃくちゃ強い。そして、四季咲きであること。四季咲きっていうのは春と秋ですね。まあ真夏と真冬はあまり咲かないんですけども、春秋よく咲きます。そしてこの時期にマーガレット出始めでホームセンターさんにも売っています。
で、お部屋の中にね、入れたいなっていうふうに思っちゃう方多いんですけども、お部屋の中ではいまいちこうね、育ちがね、よろしくなかったりもするので、玄関前に置いてください。そして、マーガレット、ちょっと気をつけていただきたいのは、霜に当たってしまうと、枯れてしまうっていう、そういう性質を持っています。なので、夜は玄関の中に入れて金運アップ。朝になって暖かい日は、暖かい日はっていうか、昼間ね、10時も過ぎれば暖かいので、まあ、会社行く前でも結構です。テレワークの方が多いから今はやりやすいのかな。外に出していただく。夜になったらしまう。これをね、繰り返していただいて OK です。春になったらたくさん咲くし、夏はちょっとお花お休みするんですが、東向きの玄関だったら咲きっぱなしです。そして、秋、またよく咲いてくれます。木のようにもりもりと育ってってくれます。大きくなるし、花もにぎやかで可愛い、色もバッチリ、香りももちろんあります。マーガレットの香りは好き嫌いが分かれると思いますが、魔除けの香りです。そしてキク科の植物はやっぱり日本という国はですね、とっても大事にしてますので、マーガレットキク科ですので非常に浄化の力も強いということで、マーガレットおすすめです。ということでですね、この動画面白かった、役に立ったということであれば、高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。ということで、またお会いしましょう。さよなら。いやー、玄関の外に飾りたい金運アップの冬のお花ということでお届けしましたけど、金運アップさせるのにやっちゃいけないことっていうか、開運アクションというか、こうなった時はこうしてねっていうのが3つ4つあるんですよ。で、まあ、こっから先行って興味のある方だけ見ていただければいいかなっていうふうに思うんで、興味のある方は後ろの話も聞いてってください。まずですね、2023年なんですけども、運気の入り口っていうのがあります。それは、1つ目が玄関、2つ目が窓、この2つです。玄関と窓ですね。で、まずやっていただきたいのは、玄関をですね、ピッカピカにしてほしいんですよ。ピッカピカです。で、玄関の叩き、もう雑巾で拭くぐらいピッカピカ。玄関の外、ほうきで吐く。まあ、いいのは、お尻をね、パッパッと巻いて、清めるっていうんですけど、吐いてきれいにする。あとは、玄関のドアありますね。ドアね、きれいに拭いてください。きれいに拭いてください。ピカピカにしてください。集合ポストっていうか、集合ポストっていうの、玄関の前にポストついてたりとかすると、ポストの内側の中側とかももう綺麗に拭いてください。で、玄関をまず綺麗にしたら、玄関に物を置かないということが大事ですね。玄関の中、どうしてもですね、こう靴が散乱してしまったりとか、あとはなんかこうちょっと邪魔だなと思うものを置いてたりとか、運気の入り口なので、玄関とっても大事なんでね、入ってくるのに邪魔にならないようなスペースにしてほしいなということで、物置にしないようにね、してください。物置は物置というか、どっかにこうしまっていただいて、綺麗に何もない状態作ってください。そして家の中のですね、窓はですね、内側も外側も綺麗に拭いてください。ピカピカにしてください。運気が入ってくる場所です。特にですね、東側の窓綺麗にしてください。そして金運アップの方角は西側なので、西側の窓も綺麗にしてください。で、ピカピカにして、空拭きまでしてね、僕もやったんですけど、ピッカピカにすること、めっちゃ大事です。そして、三つ目、まあ、玄関、窓。で、三つ目は、お花を飾ったら、枯れたらすぐに新しいものに変える。これをやってほしいんですね。これね、お花が可愛いとか、かわいそうっていうところ、とりあえずちょっとだけ置いといていただいて、風水的にはですね、枯れたお花っていうのは邪気を吸い取ってくれたという意味合いがあります。邪気を吸い取って枯れてしまったので、邪気を吸い取ってくれてありがとうっていうことで抜いていただいて、かわいそうですけどゴミ箱の方に処分、ちょっと気が引けるなっていう方は袋、紙の袋に入れていただいて、粗塩をね、一つまみパラパラっと入れていただいて、ありがとうって言って捨ててください。で、新しいお花を買ってきて植えるっていうような形にされるといいと思います。このね、3つの開運アクション、これをやっていただくだけで、風水のパワーがさらにぐーっとですね、広がっていってくれますので、2023年
金運アップ間違いなしなんで、ぜひそちらやってみてください。で、植物をね育てる方、上手な方も上手じゃない方も初心者の方も上級者の方もいらっしゃると思います。特にですね、植物育てるの苦手っていう方、やっぱりですね植物との会話ってエネルギーの交換をしているんですね、そこをですね感じ取るのにめちゃくちゃいいのがこれです。フリア流お花の育て方大辞典3巻セットということで、3巻で1200ページ弱も、詳しくですねお花の育て方それぞれ、解説をしています。今日、お伝えしたジュリアンポリアン日本水仙、それからノースポールビオーラマーガレット、全部ですね詳しく解説してあります。一つのお花に対して6ページから8ページ割いてですね、水やりはとか植え替えはとか、切り戻しはとか、肥料は病害虫は全部事細かに書いてあります。イラストもしっかりとついてますので図解で分かりやすいということで、今までになかったので作っちゃいました、こちらの方はですね概要欄の方に、リンクを貼っておきますので、興味のある方はぜひ見てみてください。ということで今日も長々と最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。ぜひですね2023年金運アップバーンやっていただければと思います。ということで、この動画面白かった役に立ったということであれば、高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。ということでまたお会いしましょう。さよなら。